ヤッホー。ヤッホー。そういえばさ、私、戦国時代に少し興味が出てきたの。やっと興味出てきたか？それで私もちょっと気になって戦国武将を調べてみたの。織田信長って知ってる？いや、霊夢今まで何の解説聞いてたんだ？なんか織田信長ってすごいらしいんだけどさ。私の今までの解説聞いてたか？その織田信長が恐れた人がいるんだってさ。知ってる？そりゃ知ってるけど。教えて。え？まあ、武田信玄とか上杉謙信とかだろ？そうそう。でさ、どんな感じな人なのか気になるんだけどさ。え？霊夢から聞いてくるなんて珍しいな。だってあの織田信長が恐れたんだよ。もうとんでもなくすごいんじゃない？じゃあ今回は武田信玄や上杉謙信のいた地域、甲信越地方の戦国時代を簡単に解説していくぜ。あ、簡単にでいいからね。まず、武田信玄といえば甲斐の虎、上杉謙信は越後の雄っていうあだ名で有名。え？何それ、めっちゃかっこいいじゃん。私にもそういうの欲しい。東方の饅頭。え？間違ってはないけど、ひどくない？話を戻すぜ。あ、はい。この頃の甲斐や越後、守護を務めてたのが武田家や上杉家だったんだ。甲斐の守護は武田信玄で有名な武田家。早速出たわ。源義満を祖として、その孫にあたる源清光が甲斐流罪になるんだけど、その次男が元服して武田信義という名前を使い始めたことに始まるぜ。そして信義の五男信光が源頼朝から甲斐国守護に任じられて、足利尊氏の時代には武田信武が甲斐国守護に就任してる。その後は室町幕府の出先機関の鎌倉府の指揮下だったけど、上杉禅宗の乱で禅宗側についた武田信光は鎌倉府の討伐を受けて自害。一時甲斐は守護がいない状態になってしまうんだ。いないとかそういうことあるんだね。そして鎌倉府が影響の乱で弱体化すると、信光の子、武田氏十一代当主武田信繁、鎌倉府と対立してた室町幕府から甲斐守護に任じられて帰国することに。帰国した甲斐では守護代の後部氏が専王を振るってたんだけど、13代当主武田信政の代に後部氏を排斥して甲斐の支配力を強めていくことになるんだ。守護代と守護が争うパターン多いわね。そして信政は武田信綱に家督を譲るんだけど、その後に次男、油川信義に当主を変えようとする。当然ながら甲斐を二分する内紛が勃発するけど、信綱の子、武田信虎が1508年に信義を滅ぼして甲斐の統一へ向かっていくんだ。家督争いって本当にもう当たり前のように起きるわね。一方上杉家、越後の守護、上杉家は室町幕府の初代将軍足利尊氏の生母の実家の家柄。え？そうだったんだ。さらには鎌倉府の長官、鎌倉公方の補佐官の関東管領を世襲。山の内上杉家と扇ヶ谷津上杉家の二家が関東に進出していったよ。北条と争うことになるやつだね。そして、信濃の守護、小笠原家。小笠原貞宗が足利尊氏に仕えて信任を得て信濃の国守護になったんだ。だけど信濃は村上氏、諏訪氏、木曽氏などの黒人領主が力を持つ土地だった。中でも足利義満に信濃の国守護に任じられた小笠原長秀が入国すると、守護の権力強化と黒人領主たちを従属させようとしたから大反発を招いて、1400年には有力黒人領主と協力する中小黒人領主の連合軍、大文字一揆と戦う、応答合戦が起きるけど大敗して守護職を解かれたんだ。まさかの負けて守護職を解かれるパターン。この後に長秀の弟、正康が上杉禅宗の乱などで戦功を挙げて守護に返り咲くことになるんだ。そして後に武田信玄が信濃へ侵攻してくると、小笠原長時や村上義清、諏訪頼重たちが対抗することになるんだ。守護に戻ったけど何か起こりそうな予感をさせるわね。さて話は武田家に戻って、甲斐の統一を目指す武田信虎。甲斐でも黒人勢力が強くて守護の武田家は甲斐の支配を統一することに力を入れた。この頃ってどこでもそんな感じなのね。合戦や和睦を行い黒人領主を取り込んでいったんだけど、その中でも大井信里との戦いは長きにわたって続いたんだ。その最中に信虎はツツジヶ崎や館と要害三条を築いて城下町を整備するんだ。でも甲斐を平定した信虎は1541年に嫡男の晴信によって駿河へ追放されることに。まさかの息子に追放されるの？この理由は諸説あって、信虎が晴信を疎んじて次男を後継ぎにしようとしたからとか、晴信と重臣の共謀、さらには今川義元との共謀説まである。信虎が合戦を続けることで黒人の負担が増えて反乱が起きることを危惧したからとか、とりあえず信虎、信春親子の仲が悪かったことだけは確か。説だらけだわ。そして再び越後の上杉家。ここではなんと守護の上杉家と守護代の長尾家の仲が険悪になってた。出た。守護代の長尾為景に擁立されて守護になった上杉定真。甲
彼は長尾為景の傀儡状態、だけどそれに不満を抱いて反発すると、なんと幽閉されてしまうんだ。幽閉パターンも多いわね。そしてこの下克上に成功した為景は幕府とのつながりを強めていき、長尾家の地位を向上させて、国内の統治を優先して越後の平定に力を入れた。本当にどこの領地内も群雄割拠みたいな感じになってたんだね。だけど1536年には結果的に上杉定実たちによって隠居に追い込まれ、長尾春影が後を継ぐことになるぜ。でも春影は病弱だったこともあって越後内の統一にはほど遠かった。ただ、弟の影虎は15歳の初陣から謀反を鎮圧したりして活躍してた。そうなると弟の影虎を守護大に擁立しようという動きが出てくる。となると当然この春影と影虎の関係も険悪になって対立するように。また家督争い的なやつだわ。だけど最終的に上杉定実の調停の下で春影は影虎を養子として家督を譲って隠居。そして1548年に影虎はなんと19歳で守護大に。1550年には守護の定実が後継者を残さずに亡くなると、影虎は足利義輝から認められ越後守護の代行を行うことに。それによって反乱が起きたりするけどこれも鎮圧して、ついに1551年には越後を統一するんだ。この後に影虎は正虎、照虎と改名することになるけど、ここからは謙信、武田晴信を信玄と呼ぶことにするよ。ついに信玄と謙信の時代になっていくんだわ。そして武田家の当主になった信玄、ついに信濃への進出を始める。信濃守護小笠原長時や北信濃の村上義清と敵対することに。そして1548年には小笠原長時を塩尻峠の戦いで破る。そして長時は越後へ救いを求めることに。さらに進行を続ける信玄は1550年に村上義清の市場、戸石城を攻めるんだけど、まさかの戸石崩れと言われる大敗を喫するぜ。信玄普通に負けるんだ。そこで信玄の家臣、真田幸綱が調略を行って落城させたんだ。そして次第に不利になっていった村上義清は越後へ逃亡することになるぜ。みんな越後に逃げていくじゃない。信玄がこのまま信濃を平定するには当然越後の謙信との戦いが避けられなくなってくる。そこで背後を固めるために、相模の北条、駿河の今川と構想寸三国同盟を結んで信濃攻略に注力していくんだ。一方謙信、この頃1552年には北条氏に敗れ越後へ逃れてきた関東管領の上杉憲政を迎え入れ、さらに信濃守護の小笠原長時も救いを求めてやってくる。そしてさらに1553年には村上義清が謙信に援軍を要請する。どんだけ謙信に頼るのよ。謙信からしてもこのまま信玄が信濃へ侵攻してくると当然越後も脅かされることになる。こうして1553年から約12年にもわたって5回争われた川中島の戦いが開戦していくぜ。戦国時代のあの有名な合戦だね。第一次合戦、更科八幡の戦い。第二次合戦、犀川の戦い。第三次合戦、上野原の戦い。第四次合戦、八幡原の戦い。最終戦である第五次合戦、塩崎の大陣と争うんだけど。え？5回も戦うの？しかも最後大陣って。さらに大規模な合戦になったのは1561年の第四次のみで、この戦いが一番多くの犠牲も出した。その第四次の前年、1560年桶狭間の戦いが起こり、今川義元と同盟を結んでた北条の勢力がやや弱まった。ここで謙信は上杉憲政と因縁がある北条を攻めて小田原城を包囲。すると北条氏康と同盟してた信玄が動き出す。謙信このままでは背後もまずい。小田原城の包囲を解いて越後へ引き上げることに。そして謙信と信玄の間で第四次合戦八幡原の戦いが起きることに。武田軍約2万、上杉軍約1万8千の両軍が激突する。信玄は本陣を八幡原に置いて別動隊に妻女さんを夜襲させて、謙信を八幡原に追い込んで挟撃しようとした。だけど謙信はこれを読んで夜明けとともに武田本陣を吸収する。劣勢になった信玄だったけど別動隊が合流してなんとか勢いを盛り返し、不利になった謙信は兵を引くんだ。そして信玄も追撃をやめ、兵を引いてこの戦いは終わるんだ。有名な謙信と信玄の一騎打ち。これに関しては本当にあったか定かではなく謙信ではなく別人だったという説もあるよ。そしてこの戦いで双方甚大な損害を受け、武田方は約4000、上杉方は約3000の兵が命を落としたとも言われてる。さらに、武田方に関しては武田信繁や山本勘助なども失うことに。そんな人まで亡くなってたんだ。そしてここからこの戦いも収束していくことになるんだ。実はこんなに有名な合戦なのに資料も多くなく、さらに勝敗に関してもなんとも言い難い結果となってる。被害的には謙信の勝ちじゃないの？被害に関しては武田家の方が大きいんだけど、最終的には信玄が信濃に兵を残してるから信玄の勝ちといえば勝ちだし、
謙信からすると領地を取りに行ったわけではないから別に負けたわけでもないという。なんという。ちなみに第五次合戦はなんと睨み合いのような形で終わってる。前回でさすがに懲りたんだね。そして川中島の戦いの後、信玄は今川義元を失った駿河を平定、さらには将軍義明の要請に応じる形で信長包囲網に加わり成城作戦を開始する。さらにその途中に信長と同盟していた家康を三方ヶ原の戦いで破る。家康大ピンチだったやつだね。だけど、信玄、以前から患っていた病で成城作戦の道半ばで亡くなってしまう。ついに信玄が、そして一方謙信、積極的に関東遠征を行い、信玄の成城作戦でピンチになった信長と同盟するんだけど、信長が北陸に勢力を伸ばすとその同盟を破棄、信長包囲網にも加わって1577年には手取川の戦いで織田軍に勝つ。そして1577年、次の遠征に向けての準備中、謙信は川屋で倒れ昏睡状態から目覚めないまま、この世を去ってしまう。ついに信長が恐れた領有がこの世を去るんだ。長生きしてたら歴史も変わってたのかな。武田家は信玄亡き後、勝頼が後を継いだ。一方、謙信は後継者を決めてなかった。上杉家では謙信の甥、景勝と、北条家から来て謙信の養子になった景虎によって、お盾の乱という争いが起きた。景虎は兄の北条氏政と、その同盟者の武田勝頼の援軍を得る。景勝大丈夫なの？そこで景勝は勝頼と講和して、さらに雪で北条軍が動けない時期を狙って総攻撃を仕掛けて景虎との戦いに勝利、上杉家の家督を継ぐことになったんだ。もう後継ぎ争いには慣れてきたわ。そして信玄を脅威に感じてた家康。亡くなったことを知ると甲斐を狙って武田川の長篠城を奪う。勝頼はこれを奪還するため家康の本拠地、浜松城に近い高天神城を攻略。勢いに乗った勝頼は長篠城を包囲。こうして長篠設楽原の戦いが起きるんだけど、家康と信長の同盟軍に勝頼は敗れて武田家は衰退していくことに。このまま勝頼を追い詰めた家康は、高天神城を攻め落としたんだけど、勝頼は、新たに新婦城を築いて挽回を目指す。でも、合戦が続いて重税に苦しむ黒人領主たちの心はどんどん離れていくんだぜ。やっぱり信玄が偉大すぎたのかな。そして、武田家参加の黒人が信長に寝返り、信長の嫡男信忠が甲斐に進出して武田攻めが始まる。すると武田家と縁戚関係にある重臣、穴山梅雪も信長に寝返り、親族が離反したことに動揺した兵士の脱走が相次ぐ。うわ、なんだか本当にかわいそうになってくる。すると勝頼は新婦城を焼き払って家臣を山田信繁の岩戸の山城へ向かった。もったいない。しかしここでも裏切られた勝頼はついに天目山麓で自刃。名門武田家は滅亡したんだ。なんだか悲しくなってくるわ。武田領の甲斐と信濃は信長家臣に、駿河は家康に分配されたぜ。ちなみにこの時裏切った小山田信繁、なんと最終的に織田信忠から武田家への不忠を咎められて処刑された。漫画みたいな結末だわ。でも武田家領の甲斐信濃上野を手に入れた信長、その後3ヶ月も経たずに本能寺の変で倒れることに。すると旧武田領を狙って、徳川家康北条氏直上杉景勝による争奪戦、天正神後の乱が起きる。結果として、上野は北条領、甲斐信濃は徳川領になるんだけど、徳川領内の沼田東地域を北条に割譲するという取り決めが新たな争いを生むことに。もともと沼田と東は武田家旧臣真田昌幸の領地だった。武田家滅亡後に昌幸は、織田、北条、徳川利勲を変えて家康に沼田と東の安堵を約束された。この時に景勝を牽制するために家康の援助で上田城を築城したんだけど、家康が和睦した北条へ沼田の割譲を迫られるぜ。だけどそもそも徳川にもらった領地ではないってことで拒否。さらに昌幸は上杉を主君とした。すると怒った家康は上田城に軍勢を送って第一次上田合戦が起きるんだけど、昌幸の策略の前に敗北する。家康普通に負けるんだ。その後秀吉の時代になって北条家が滅亡すると、家康は関東に移行。信濃と甲斐は秀吉の配下が入って甲斐には新たに甲府城が築かれたぜ。そして天下人になった秀吉は上杉景勝に越後から会津への移行を命じた。東北の伊達政宗を牽制するために会津に景勝を入れたって言われてる。ちゃんと考えて配置してるんだね。入れ替わりに堀秀治が越前から越後へ入ったんだ。そして歴史は関ヶ原の戦いへ向かっていく。この頃森忠政が信濃川中島を家康に与えられた。甲斐の浅野行長は石田三成と対立してたから家康方東軍についた。堀秀治も景勝を敵視する家康に味方したぜ。すると越後では上杉家の先導で上杉移民一揆が起きたんだけど、最終的に秀治に鎮圧された。
そして関ヶ原の戦いの発端となった会津攻めに参陣した真田昌幸。三成挙兵に合わせて次男の信繁と共に西軍加担を決め、家康に出資して東軍に着いた嫡男の信幸と袂を分かつことになる。昌幸は上田城に戻ると、中山道から関ヶ原本線に向かう家康嫡男の秀忠の大軍勢と戦うんだ。策略を用いて秀忠を足止めして本線に帰参させることに成功したぜ。でも、まさかの関ヶ原の合戦で西軍が負ける。すると正幸と信繁は奇襲九度山に流罪となった。でも真田家は信幸が継いで家名は存続することに。どっちが勝っても家は残る感じね。そして関ヶ原の戦い後は全国で大きな配置換えが行われた。越後は家康の六男、松平忠輝の領地に。こうして日本海側の重要な街道を徳川が抑えたんだ。でも忠輝は大阪の陣地産などを理由に家康に感動され。その後、越後は徳川の譜代大名が分割して統治するようになったぜ。信濃には信濃守護の家柄である小笠原秀政が。あれれれれれ、あの小笠原家？そうだぜ。武田信玄に信濃を奪われてから長い月日が経ってついに父祖伝来の地に戻ったんだ。まさかの回り回って戻るんだ。逆に真田信幸は父の正幸から継いだ上田を離れ、信濃松代に移封された。信幸は海津城を松代城と改めて真田家の居城としたんだ。そして甲信越で江戸幕府から重要視された甲斐。ここは関東への入り口でもあって江戸の西を守る用地でもあるぜ。その甲斐には甲府藩が置かれて、家康の九男、義直や秀忠の子、忠長など徳川家の子息が甲府城城主を務めた。こうして戦もなくなって徳川の太平な世の中になっていくんだ。っていう感じで甲信越の戦国時代の解説は終わりだぜ。とりあえず謙信と信玄がすごかったのは覚えたわ。それだけでも十分だぜ。少しでも歴史を知るきっかけになればいいんだぜ。ということでこれからも歴史の解説を頑張っていくので、チャンネル登録と、高評価ボタンを、よろしくお願いします。それではまた次回の解説で、またねー。